ランシュタットはドイツ連邦共和国ヘッセン州ベッテラウ軍に属す町村である。ランシュタットは海抜134メートルに位置している。この町はベッテラウ軍の中央部ベッテラウからホーゲルスベルク山地への移行地域に位置している。最寄りの大きな町は西から時計回りにフリートベルク、バートナウハイム、ニッタ、ビューリンエンがある。 さらに重要な周辺都市はフランクフルトアムマイン、ハーナウ、ギーセンである。特にフランクフルト空港を有するフランクフルトアムマインは通勤客や旅行客にとって重要である。ランシュタットは北はニッタ、東はオルテンベルク、南東はグラウブルク、南はフロールシタット、西はライヒエルソハイム及びエヒツェルと境を接している。この町はベルムート、 ボーベンハウゼンアイ、ダウエルンハイム、オーバーイコールモックュタット、ランシュタットの各地区からなっている。これらの地区はいずれも、ニッタ川やライスバッハ川の谷に位置する田舎風の住宅地である。ランシュタットの最も古い文献記録は、750年から802年の間に作成された古田修道院の文書であり、ラムシュタットと記録されている。中世から近世にかけて、 ランシュタットはベッテラウ博連合に加盟する3人の領主による共同主権地域に属した。協会組織上、ランシュタットはマインツ大司教区のモックシュタット聖堂三次会付属協会の管轄下に属していた。中間管理職はマインツのセイリアードグラドゥス協会の助裁長が務めた。ランシュタットの福音主義協会共同統治の3人の 両主はいずれも宗教改革を観行したため、ランシュタットもルター派の村となった。1556年に独自の教区が設けられた。1601年に共同統治地域の分割が行われ、ランシュタットはシュトルベルクゲーデルン白領となり、そのアムト・オルテンベルクに組み込まれた。1806年にランシュタットを含む シュトルベルク伯領はヘッセン大公国に併合された。ここではランシュタットは売身化されたアムトゲーデルンに属した。大公国政府は1821年にラントラーツ別陸ニッダを設け、ランシュタットもこれに含まれた。このラントラーツ別クは1832年からクライス、ニッダと呼ばれることになった。1848年のドイツ革命によって、 短い期間ではあったが、レギー・ルングス・ベ力ニッタが設立されたが、1852年に、ニッタ軍に戻された。1874年にこの村は、ビューディンゲン軍に移管された。ヘッセン州の地域再編を契機に、1971年10月1日に、ベルムート、ボーベンハウゼン・アイ、ダウエルンハイム、オーバー・イコール・モックスタットが、ランシュタットに合併した。 ランシュタットの町役場2011年3月27日の選挙以降、ランシュタットの町議会は23議席で構成されている。ゼツイリア・ライヒエルとディーツェルが2009年からランシュタットの町長を務めている。2009年9月27日の選挙で彼女は65.2%の票を獲得して町長に選出された。 この選挙の投票率は83.0%であった。この町の紋章は1982年6月12日にヘッセン州内務省の認可を受けた。ズ柄、ガラ、9回入れ替わる紅白のストライプ地にゆったりと歩む黒い鹿原稿の紋章は歴史的な過去を考慮して新たに制作されたものである。黒い鹿はかつてランシュタットの領主であった。 シュトルベルク博の紋章から取られた。この鹿は中世のランシュタットの紋章にもすでに見られる衣装である。シュトルベルク博の紋章の金止に代わって用いられている紅白のストライプはヘッセン紅白やイーゼンブルク博が収めた現状内の他の地区を表している。この紋章は紋章研究家のハインツリットによってデザインされた。ランシュタットには ラーン・キンツヒ鉄道の駅があり、ランシュタットをギーセイやゲルンハウゼンと結びつけている。列車を保管するものとして、ニッタ・ビューリンゲン・ゲルンハウゼンを結ぶ374系統バスが朝と夕方に運行している。ランシュタット駅ではバスがほぼ1時間ごとにフリートベルク、ニッタ、オルテンベルクに向けて運行されている。これらのバス路線は町内すべての地区を バス網に結びつけている。ありがとうございます。